はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9、ライブ配信始めていこうと思います。いよいよ今回から2019年、2015年ですね、スタートです。果たしてどんな戦いが繰り広げられるんでしょうか。チャット欄に、SNS、YouTube、Twitch などを記載してますので、ぜひ、チャンネル登録、アカウントフォロー、高評価などしていただければと思います。2015年和風競馬、去年はトレブの活躍がすごかったですね。じゃあ行きますか、普通に。ネクスト。ジュニアカップか。クラブバー、ウィッキークイーン。20ある。有力はみんな差し馬です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。お、吐き出しましあたとね。 200m、 これは完全にちぎれた。 OK。 後続を引き離しにかかります。2番手はウィンドヘイロフト、ミッキークイーン。この馬で決まりか。ミッキークイーン今ゴールイン。段違いの強さです。2着はウィンドヘイロフト、ね、これは桁外れの強さだ。ミッキークイーン、やりました。ミッキークイーン、次、中山きいっぱいは天のはやぶさ一番にグリ、しかもグリグリ。まあね、海外 G1 馬だからな。59キロですが、全然あってもないかな。まあでも、上はこんなとこじゃなくて、もっと上でやらないとダメです。そのために、力つけるために、育成度が上がるんでね、ダイジェストいきましょう。さあ直線に入りました。これからの勝負、天のはやぶさ先頭、残り 200m を通過して、後続は遥か後方。2番手はオーシャンブルー、天のはやぶさ。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はオーシャンブルー、これが世界を制した実力だ。天のはやぶさ、鉄砲そんなにいらん。さあ京都金杯です。カタドガンバロも一番人気、こちらもグリグリということで、追い込みはちょっと心配ですが。4コーナーをカーブして、さあこれからです。もう先頭に立とうとしてるぞ。外から勢いよく片野頑張ろう。残り 200m。 さあ先頭は今度は片野頑張ろう。2番手はフィエロ、片野頑張ろう。差を広げる頑張ろう。片野頑張ろう。1着片野頑張ろう完勝。2着はラングレー、3着にフィエロ。1番人気に応えました。片野頑張ろう見事です。年始最速入場スタート、こちらは58キロですが、しっかり勝ってくれました。さあそしてですね、型の風立ちぬがデビューとなります。 1.5 倍ダートツ1番人気、父バブメモリー、母アブオセカチュー、宮崎駿の映画ですね。レースは、3分後にスティールサーターしたけど、まあ無理だろうな。ダイジェストいきましょう。
メイクデビューです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m を通過して、ここは引き離せるか。肩の風立ちぬ先頭です。 OK です。このまま押し切るか。2番手はサンズモニーク、打ち切った。完璧です。いい勝利、強さを見せました。2着はサンズモニーク、3着にスキームサンダース。これは物が違う。肩の風立ちぬ。トップクラス、まあ A とか B とかか。黒竹賞、カタロフダッシーです。アントレネール、テープリキュアか。2勝利、勝ち上がったばかりですが、さあ一番人気じゃないんで成功を変えられます。成功策でいってみましょう。ダイジェストです。さあ短い直線に入って、あ、先頭だ。もうあと 200m、 後続を大きく引き離しました。後続はまだ後ろ、予想より強いわ。後続はサーベルウィンス、後続は大きく離れた。肩のふなっしー今ゴールイン、段違いの強さです。2着はサーベルウィンス、これは桁外れの強さだ。肩のふなっしー強いですね。ラッシーいいんじゃないでしょうか。さあ、だし汁がプシャっていきますね。さあ、ニューイヤーステークスですが、クラブは凱旋ステマ。ラッテッツァとか出てるほど。一番人気アズマシャトル、一番人気アトウ、高輪馬場。四コーナーカーブから直線コースに向きました。アズマシャトル先頭、残り200m を通過して、アズマシャトルこのまま振り切れるか。2番手はアトム、アズマシャトル先頭だ。アズマシャトル、アズマシャトル1着、2着はアトム、3着にグランデッツァ。一番人気に応えましたアズマシャトル、見事です。さあ、レースだけですね。海岸のレースもない。天上げし。浜野新二期がデビュー。スウェプトオーバーボード。リハハ、浜野世界に花か。追いかけとなって、まあ、ダートかな。一番上いけますが。最終的にどっちが合うかっていうのは、分かってくるんじゃないかな。フェアリーステークスに列号同期が登場。これを楽しみですね。はい。なっていう馬だろう。これ、まず上。エネイブルっていう馬がいるんだ。去年って買ったっけ？大体2年に1回買いたいよね。で、今、あれ、何枚だっけ？わ、これもシーツ馬枠になっちゃうかな。エネイブル、ネット競馬の枠で、エネイブル見てみましょう。どんな馬？強いや、これ。これ何？ちょっとバケモンの馬ですね、ネイブルは。まあ、強すぎるな。金馬か。買ってもいいかもね。今、5枚所有してるんだ。行きましょう。エネイブル購入。
まあ、おつま買った方がいいのかもしれないよね。ちょっと横乗りがかぶっちゃってるな。コパロリッキー横乗り、カタロガバロ横取りか。横取りが今3か。横取りこっちに乗させたいな、じゃあ。追加バロ横取りじゃなくてもいいからな。カダ君へ。そして、前走を見てみると、ハヤブサが、とガバローがとも息いっぱいを勝ちました。ハヤブサはね、ノーザンターフ取ってるんで、中距離からクラシック距離の、ね、ジワを取り行きたいですね。パワーもいいからな、精神力も高いんで、これから、通過これから勝ということで、ちょっと優先してレース出したいよね。マリエッティいるけどなぁ。ことか。あ、レース次第だろうなぁ。一応今、京都記念で一緒けど。AJCC だっけ？次が。AJCC でいいのかなぁ。まだ地は取ってません。サーチャクが精一杯です。次のステップとしては確かに実行きたいけどな。1200、1300だから、まあマイル長くて中距離ってとこですよね。僕ら、あ、ハンデあまり言われなかった。チーバってどうなったの。スケワイルとかジャパタートダービーがいずれもあれだからな。まあそうそう、 G2 あたりチャレンジしたいけどな。実では例えば東京大賞典だけど、こっちは賞金になるからな。賞金と会うとちょっと賞金稼ぎすぎている。阪急杯とか、阪急杯とかいいかもな。阪急杯行ってみるか。そして風立ちぬ、次ネモフィラ賞は芝だと両対応ですからね。ただね、芝にしよう。この馬は芝の方が合ってる気がするんだな。2000くらい、もうちょっと距離延長した方がいい感じがする。しかも、フリージア賞とかね。フリーカボメ賞。ちょっとこれ出しておこう。いけると思うんだけどな。ダメかな。まあ、距離はどうなのか。スピード S はいいんじゃないかな。あとは、その、万能だから、距離を持つんじゃないかな。500万下で、距離打ちつけて勝つんだったらいいけどな。まあ、ユニコーン賞なんだ。風立ちも出るんや。いや、違う、フラッシーだ。フラッシュやっぱりダートだし、ダートですよね。適性が。これは仕方がない。いや、あと冷やしすぐらいだもんな。出せるレースって。でも冷やしすだとちょっと距離短いのか。だから、これで、いいと思います。
テレファイルをどう何に出すかちょっと考えないといけないな。バケテがあれば出したいけどな。長距離で引きバケテがまだないんだよな。スカイツリーはもういよいよ短距離性殴り込みだよな。シルクロードステークスか、次は。あとは2着でまだだな。でもまあ、地は取ってる馬だから、まあ、でも、早熟だからな。厳しい。京都記念か。上積みがそんなにない。ナソディナーがフリージア賞。まあいいんじゃないかな。あ、ルベールだ。あの、ルベール。菊花賞、すごく、やっぱうまかったですよね。この前あのルメールデムーロは乗せた方がいいよな。そういうのはルメール乗せようよ。あれだったら海外特性はあるかもしれんし。あ、これは黒田騎士だけど、さっき横乗りね、何がいいんだろう。ハヤブサあたりかな。ハヤブサこれ内パクだからな。山があるあたり、これルベール乗せ合えば乗せたい。なぜか、あ、おルベールいた。36歳なんだ、この時点で。エウロでもいいですけど、ルメール乗せていきます。多分ずっとあの日本いると思うんで。ルメール、デムーロは。この二人をどうと、あの、走らせていきたいよな。あ、聞く力来たな。都合同期。だいぶさ、先がない。そうかな。成長型があるんで、そうは言い切れないと思います。あ、バセだったら大丈夫だしな。さあ、ポルクスステークスに片路点上げ登場です。一番人気。はい、じゃあ、そこは伊坂さんを置いてみんな20割。トンネはそろそろ重賞取りたいけどな。また後か。あと厳しいんだよな。ティラミスアイスじゃなくてテラミスアイスなんですね。ダイジェストいきましょう。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ追い込んできた。残り 200m を通過して肩の点上げ追い上げてきた。いけるいける OK。 肩の点上げさらに突き放します。2番手は湘南アポロン。肩の点上げ強い強い。肩の点上げ圧勝ゴールイン。2着は湘南アポロンこれは桁外れの強さだ。肩の点上げいいですね。直線を短い中まで差し切りました。こいつやっぱり力つけていきましょう。さあ、天の進撃デビュー戦6頭立て1番人気 1.5 倍。さあ、ダイジェストです。天の進撃メイクデビュー。
さあ直線に入りました。おお、ぶちぎってる。天の進撃先頭、残り 200m を通過して後続はまだ後ろ、2番手はアドマイヤドロップ。とてつもない強さ。天の進撃独走、天の進撃ぶっちぎりです。2着はアドマイヤドロップ、3着にウィンドウミルナイル。これは物が違う。天の進撃だ。まさにエレン。エレンかリバイか。お、オートリーダー。サスバルステークスです。凱旋クラブは凱旋イコット登場。ハーガー天のドレミなんですね。なお遠心女王、天のアイバック、天のポケモンの遠心女王も登場してます。天の牧戦ですね。ガバドール、結構天のの輪が出てるんですから。一番人気はランウェイワルツか。あ、あれ？え？あれ？っていう感じだな。そうなんだ。まあダイジェストいきましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ランウェイワルツ、ランウェイワルツが強いのがこうですが、ちょっと他のは厳しいな。2番手は凱旋インゴット、ランウェイワルツ先頭だ。3着だった。2着にはどうやらベルズランディング、3着に凱旋インゴット、見事に勝ちましたランウェイワルツ。さあ次フェアリーステークスにレッツゴードンキー登場となります。レッツゴードンキー一番人気。クラブ馬で、クラブ馬じゃないよこれは、持ってる馬だから期待されてますが、重賞初制覇しないとダメだったっけ。クラブは凱旋聞く力を出てます。聞く力ってなんだ。あ、聞く力か。本の、売れた本の聞く力ですね。セリフ。うん。さあダイジェストいきましょう。中山フェアリーステークス。さあ直線に入りました。さあ優勝取ってくれ。でも届かないかな。残り 200m、コレクションビゼン追い上げてきた。さあ、でも差し切ったな。オッケー。2番手はコレクションビゼン、レッツゴードンキー。勝ちました。2着はコレクションビゼン、3着にマキシマムドパリ、1番人気に応えましたレッツゴードンキー、見事です。重賞初制覇ですね、レッツゴードンキー。さあ1月3週です。 G1 がここから海外 G1 始まります。まあ壮大強いレベルはいない。やっぱりグロリアスデイズあたりが相手になってくるけど、しっかり熱してくれたツイッターをチャンスなんだけどな。ここはセンターナリースプリント。エイブリフレッツ。これは G3 か。だからそんなに強い馬いないからチャンスですね、ミッキーアイルは。まず、ペギュア、ペギュアね、ポルクス取った。フェブラリー出たい。まあ、距離的には出てもいいんですけどね。手上げ。ちょっと疲れが目立つな。まあ、でも。重賞まだ取ってないんだ、子供は。だから海外には行けないですね。試進撃、強いレースを見せてくれました。パー B か。精神力 S なんで海外もすごい合いそうです。アメリカケットだからアメリカの
マイルの芝だったら良さそうだな。そしてレッツゴー同期、これつい受賞取ってくれました。クイステックスはいいんじゃないかな。マイル戦線だしな。こちらも2周放牧でいきましょう。ちょっと走ってるレースが多すぎる気がするよな。互角か、まあ、グロリアスデイズやからな、シャーンな。すごいな、ソロ。相手したくないな、トレブを含めて。まだでしょう。化石を吸って。よし、調子は沸かせる。最適馬はこれ使うかな。1歳から開けといた方がいいよな。方向スチュワーズカップ型のツイッター登場一番人気です。126デザインズオンローブの方が持ってたな。グロリアスデイズらより。一番人気だから戦法変えられない。レース行きましょう。エッシャティン競馬場 G1 方向スチュワーズカップ芝 1600m マイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。 TV クリスマス前に行きそうです。ビューティージェネレーション、それに続いています。さらにはナレートドーター、3番ファーラン、その後ろビューティージェネレーション、先手を取りました。リタラリーゴリムスキー、それに続きます。その隣にウィッシャシュプレス、白の帽子、肩のついたいい位置につけました。並んで5号オールウェイズベンチ、スコッチコーラル、内枠っていうのかな。青の帽子ランフォームス、その後ろ、ね、その後ろからはグロリアスデイズ。まあここまでほぼ平均ペース。ここで引いちゃダメだよな。引いたら打ちつばっちゃう。ビューティージェネレーション。2番手はナレートドーター。間を挟んで TV クリスマス。コース空いてるからね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者。さあ内から上がっていった。ビューティージェネレーション先頭。肩のツイッター先頭。引き離しにかかるグロリアスデイズ。グロリアスデイズが来た。前に迫れるか。足がちょっと鈍ってきてるぞ。これツイッター大丈夫か。いや、グロリアスデイズ押し切った。ツイッターゴールイン。二着にはどうやらグロリアスデイズ。シードが一緒になったからな。デザインゾーンドーム、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。肩のツイッター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ブルースカイはやり始めてるけど、やっぱりツイッターですね。センタラリースプリットカップミッキーアイル出走です。
1番に A ブルーフレーズをシグパーか。さあ押し切れるか。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 センテナリースプリントカップ芝 1200m 目利き戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。サンタフェインサイド前に行きそうです。クオリティウェイ、それに続いていますエイブルフレンド。後方から前に戻りましょう。先手を取ったのはステージクライマックス、好位置をキープしています。ミッキーアイ、その後ろからはサンタフェインサイド、オレンジの帽子セットで踊り出ました。ミスタースタンディング、その後ろジェットスキーオーバー、このまま押し切れるか。そのうちに続いていますミッキーアイ、これに続いてウィッシングウィッパー、並んで4番アフターケイサス。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はミッキーアイル、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。どうかな、エブリフレンド来たけど、この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、これは強い。なんとか押し切れるかな。さあ、詰まりません。勝ちました。ミッキーアイル、ゴールイン。2着はエイブルフレンド、3着にジェットスキーオーバー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミッキーアイル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。TCK 女王杯、吉田沙織が登場。2馬力、1馬力開花予想か。クラブは凱旋謎ニナを登場です。さあ戦法変えられますということで、さあ C ぐらいに上げとこう。ダイジェスト、大井競馬場 JPL3 TCK 女王杯ダート、1800m、牝馬限定のレースです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。回ってきた。チャズ車齢先頭。さあ片野吉田沙織、一気に来た。残り 200m、 片野吉田沙織先頭だ。残り 100m、 内から起きている。2番手は天馬殿、押し切れそう。片野吉田沙織、差を広げる。勝ちました。片野吉田沙織1着、片野吉田沙織完勝。2着は天馬殿、勝ったのは片野吉田沙織。中より最強。購買ステークスです。クラブは2頭出てるけど、これ飛ばします。アルビアードか、勝てなかったな。京成杯、クラブは凱旋キオス会議のキオスですね。サポーター賞を勝ってオープン入りしております。さあダイジェストです。さあ直線に入りました。これからの勝負、立つ攻撃先頭、あと 200m 凱旋キーオス先頭だ。2番手は立つ攻撃、これは強い。凱旋キーオス、この馬で決まりか。おったより強かった。凱旋キーオス強い。凱旋キーオス圧勝、ゴールイン。2着は立つ攻撃、3着にタンタアレグリア、見事に勝ちました。凱旋キーオス。そのローソ、さあ日経新秋杯です。一等出し山の小玉でしょうが1馬力、僕は山の女子会も出てます。小玉でしょう1馬力ですが、ウィンバリアシオンですね、対抗してくるのが。一等とも
ここ踏み出せないか。これ一等は前で勝負、吉海を前にします。ダイジェストいきましょう。京都実日経新周杯芝 2400m。 4コーナーをカーブして、さあこれからです。スピルバーグ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m を通過して、ステファノス抜けた、天の子玉でしょ、迫る天の子玉でしょ、小玉でしょ、ハットが勝った。天の子玉でしょ、1着2着はステファノス、3着にウィンバリアシオン、天の子玉でしょ、見事な勝利です。重賞2連勝、いいんじゃないでしょうか。女子会は5着。ちょっと厳しいな、女子会は。さあ、野外ポヨで愛知杯を出走か。あれ野外ポヨ、ああはいはい、あげぽよはあげぽよか。サフーラブライドとの一騎打ちムードから、おつうもいますね。銀玉、フーラブライドが、まあでも結果的にはあげぽよ有利だろうな。ダイジェスト、いきましょう。愛知杯4コーナーをカーブして、さあこれからです。ノーブルモーション先頭、一気に先頭に、先頭引き離しにかかる。残り 200m を通過して、一気に近づいてきてるよ。2番手はフーラブライド、フーラブライドがでも押し切ったな。ゴール、2着はフーラブライド、3着にネイルハーザー、肩の上げポヨ、見事1番人気に応えました。よしよしよし、8杯4周目になりましたね。コパドリッキーがと天野アリエッティが出走ですね。カサキレに刀アベンジャー、アベンジャーどうかな。あ、お、ロケットスタート、エブリフレンドとはライバルになりましたね。66、全部いっちゃいましょう。切り札も12ありますからね。さあ、勝ってる馬がエレキテルを、エレキテルだ名前かな。当時嫌い、嫌だったな、あれ、エレキテル。手を振り際、お化け書きってなんだ。お化け書きってなんだ。ゴースト、ゴーストライターか。うわ、こう高度すぎる。で、クラファンですね。クラウドファンディング。お化け書き。すごいな。あ、リリゴー買いましたね、桜子さん。で、マッサー持ってる。耳を買わないのか。あ、足毛茶大好き。いや、銀のサジしか持ってないやん。なんで買わないんだろう。足毛ちゃん2頭いるのにな。1頭はマスターン取られちゃったけど、もう1頭いるのに、なんで買わないんだろう。調子いいなぁ。ヒヤシンスですけどね。
まあ、ここはしっかり力つけてもらいましょう。距離がな、距離適正の幅が狭いけどな。海外にも出るか。出てもいいけどな。一旦項目で、富士山が、海外の G3 出るのか。これで、芝か。これ、芝の馬なんだ。で、血統がアメリカ血統だから、ヨーロッパは厳しいと。いう感じですね。でも調子落としてるからな。あ、違うわ。放牧明けか。これ、久々でしょ。で、倍返しが、今週か。暮らしが、あ、強い。富士ジア賞か。使い目しませんね。持続タイプなんかな、万世で勝つ。例えば、同じ万世でも同じこと言われてな。刺激も一緒です。スパキッシュを入れます。マイルだから、ちょっと微妙に距離長いよな。やばいよ。これをどう見るかですね。ちょっと距離がな。スカイツリーはこのままですね。公衆アベンジャー、スパイダーマン。G3 一つ取ってるだけ。あげっぽよが、これで愛知杯を取りましたね。クイーンステークス。クイーンカップ。今、ヒーバー限定しか取ってないんだよな。そこがちょっと、キリアになりますけどね。で、柔軟性が、柔軟性だよな、これ。状況方針は、任せてください、言われちゃって。パロリッキーが今週、タニタ。タニタを放牧ですね。クラマでしょ。これ2周放牧、本音はしたいんだけどな。まあいいか。2周放牧しよう。背八はちょっと短いかもな。頑張ろう。頑張ろうは、一応、まあ、3球杯。本当に、パワーはある。精神力はある。まあ、どうしても追い込みなんでね。指定時間。行こう。お。鍛えることは鍛えれるけどな。スピードはまだわかんないな。四方僕しとくか。あ、やらなくてよかった。
女子会はどうするかですね。でも G2 じゃ厳しい。あって G3 か、オープン特別でもいいぐらいだ。セナーカーから2500の芝。ハンデスじゃないとダメだな。ここ行こう。あ、違う。ハヤブサ。じゃあ女子会。あとこのぐらいか。赤岩ヒーバーの方がいいかもね。疲ればいい。ゴルシ今年までだ。まあまあ発症してるからいいか。距離は大丈夫。行っちゃいましょう。ツバチピンオート報復はできない。テレホが、来週だな。スピードがもうちょっと欲しいよね、やっぱりね。精神力もそろそろ欲しいぐらい、欲しい時期だな。私は7勝だったな、ツイッターって。C コード一角なんだ。ちょっと、舐め合えてんな。まあ、レベル高いよね。ビホルダー、カルフィニアクローブ。このドラッカーか。復元。行きましょう。はい、ペガサスワールドカップにコパノリッキー出走です。1番人気131。やっぱりライバルいますね。ビホルダー、ワイズダン、カルフォルニアクオーム、この辺がやっぱり立ちふさがってくるですね。だから結構ね、レベルが高いってことじゃないでしょうか。レース行きましょう。ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップ。ダート1800メートルです。
ここアメリカのガルフストリームパーク競馬場に全米を代表する砂のチャンピオンホースたちが集結しました。今年最初の世界が注目する G1 ペガサスワールドカップ、まもなく発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。ポパノリッキー前に行きそうです。ペルシアター、それに続いています。さらにはビホルダー、2番カリフォルニアクローン、先頭を取ってきましたね。その後ろ大方の予想通り先頭に立ったのはポパノリッキー、アルキオーナミミディ、すぐ後ろその外にディスキューコーカサス、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ムードカーム、そのうちに続いています。これに続くのがソロデマローン、すぐ後ろにファイズダン、これに続いてインプレッションズグッズ、緑の帽子アミューズスウォーズ、その後ろ後方ですね。オパーチュニティ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました絶対女王ビホルダーが焦ってます。最強王者コパノリッキー、2番手を追走しています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでコパノリッキー先頭に変わりました。ビホルダーほとんど下がりません。仕掛けていくビホルダー、ビホルダー置いてかれてるか。さあコパノリッキーこのまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。バテなきゃいいんですけど、コパノリッキー直線短いんだこれ。先頭残り 200m を通過して後続を引き離しにかかります。分かったな。2番手はカリフォルニアクロー、強いわこれ。今ゴールイン、段違いの強さです。圧倒しました。カリフォルニアクローム、3着にワイズダン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ビホルダーを突き放し、カルディアクホルニアクローム、ワイズダディを差をつけて、コパロリッキー強い。ギフダだよな、コパロリッキー。お得な馬です、コパロリッキーは。さ、ピガサスワールドカップターフ、アマノアリエッティですか、2番人気、ビッグブルーキトゥが強い。多分ビッグブルーキトゥにかなわないと思う。あとボビーズキトゥもいますけどね。まあ、一応ちょっと先方見てみよう。先行策取ってみるか。一応アマナーリエッティキングダー確保してるんで、そういう意味でやっぱりぶつけたっていう感じですね。さあ、ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップターフ、芝 1900m です。ダートの本場アメリカで行われる芝の G1 レースです。世界中から集まったターフのチャンピオンの頂点に輝くのは果たしてどの馬か。ペガサスワールドカップターフ、まもなく発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い何が行くんでしょうか。プレザントアクト前に行きそうです。デビルストロベリー、それに続いています。さらにはジェストインタレスト、10番オーティアスブレイブ、その後ろビッグブルーキトゥにかなわないよね。好位置をキープしています。アマノアリエッティ、すぐ後ろにボブズフェーム、その隣にビッグブルーキトゥ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。ワッツダチャンシズ、この馬もこのグループ。その横にカウンティコンバット、これに続いてソニックゼファー、黄色の帽子ノットフィネス、その後ろ最後方にボビーズキトゥン。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。集団やや前を自走してくれてます。プレザントアクト依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。元が差し馬なんて競争先頭は取ってくれないよな。それに続きます。これに続くのがデビルストロベリー、といったらたまに逃げちゃうとケースもあるけど、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。4番手グループ、プレザントアクト、プレザントアクト後続を引き離す。2番手はオーティアスブレイブ、3番手にアマノアリエッティ、絶好の手応え。さあ先頭伺う、でもマークされてるよね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 ここでビッグブルーキトゥに、ビッグブルーキトゥン、アマノアリエッティ、なんかキスとか来てる。2番手はボブズフェーム、押し切った、やりました。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノアリエッティ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。急失速したよな、ビッグブルーキトゥ。5着まで沈んだ。これピーク過ぎてるんじゃないかな、ビッグブルーキトゥ。他ボビーズキトゥなんかもダメですね。2着は意外と穴の方が来ましたね。いや、これ面白いな。オンライン対戦やってみるか。
一応シーツ馬でもあるんですね。やっぱ筒井初級で行こう。一番人気か。手品馬って牝馬でいたよな。数倍してるんだな。じゃあとりあえずレース行きますか。ダートの本場アメリカで行われる芝の G1 レースです。世界中から集まったターフのチャンピオンの頂点に輝くのは果たしてどの馬か。ペガサスワールドカップターフ、まもなく発走です。スタートしました。クイーンオブハート、好スタート。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はクイーンオブハート、これに続くのがアマノアリエッティ。先頭に戻りましょう。エルスワップス先手を取りました。ニアシロアライ、それに続きますクイーンオブハート、その前に進出、これに続いてブリスライカ。先方選んでくれないから差し控える競馬になってしまってるので、第1コーナーにかかります。アマノアリエッティこの位置です。ピンクの帽子アビトクカウンター、その後ろイズミキティ、その位置に続いています。さらにはコレクターロード、その隣にエターナルフォース、最後方にオンカヤー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度5番エルスワップス、依然として先頭クイーンオブハート、すぐ後ろそして大きく離れてミヤシロアライ、この位置です。その外からアビトクカウンター、ピオエクウォレル、それに続いています。並んで4番ブリスライカ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として5番エルスワップス、クイーンオブハート、ほとんど差がありません。間を挟んでアビトクカウンター、3番手アマノアリエッティ、まだ来ない。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ちょっと後ろすぎるだろう。あと200メートル、しかも全然追いないアリエッティ。残り100メートル、村正抜けた。2番手はエルスワップス、村正1着、2着にはどうやらエルスワップス、3着にブリスライカ。村正見事このレースを制しました。まあ、10着。さあ、塚崎記念です。片野アベンジャー一番人気となっております。さあ先方はローマンレジェンドナブラビクターですね。メテオロロジストか。追い込みながら不安ですが、レース行きましょう。交流重賞川崎記念ダート 2100m JPN1 のレースです。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アウトジェネラル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。6番アウトジェネラル行きました。ジェネラルグラント競りかけていきました。ジェネラルグラント先手を取りました。マグニフィカ、それに続いています。これに続いてメテオロロジスト、オレンジの帽子サーモピレー、その後ろ、その後ろからはローマンレジェンドボレアス、それに続きます。並んで古豪ナムラビクター、これに続くのがアートサハラ、その隣にソロル。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。最後方に片野アベンジャー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番マグニフィカ、レースを引っ張ります。ジェネラルグラントすぐ後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。ローマンレジェンド、それに続いています。すぐ後ろにアウトジェネラル、並んで足毛の馬体サーモピレー、ナムラビクター、それに続いています。並んで10番ボレアス、
内からはアートサハラ並んで4番メテオロロジスト片のアベンジャー後ろからしんがりからソロル前の方からもう一度8番マグニフィカ依然として先頭この辺りで各番第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ8番マグニフィカ上がっていったまだ粘っています。押し上げるように2番をジェネラルグラントマグニフィカ2番手に控えました。短い直線に入って後続は届くかどうか最後の追い比べ先頭はナムラミクター。差を広げにかかります。残り 100m 2番手まで上がったがここまでだ。ナムラビクターこの馬で決まりか。ナムラビクターか1着ナムラビクター完勝2着はカタノアベンジャー3着にローマンレジェンド。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはナムラビクター。さあ若子はステークスに浜野ハーブさんは登場。リーロスさん1番人気新番賞新馬エリカ賞と連勝しております。オープン特別に入って初めてです。ダイジェスト行きましょう。深ごまステークスです。4コーナーをカーブして先頭に踊り出ました。天野半沢先頭あと 200m 天野半沢後続を大きく引き離しました。キテルが通りそうにないよね。2番手は当選バジル天野半沢強いな。天野半沢完勝2着は当選バジル。これは桁外れの強さだ天野半沢。次はやっぱり重賞制覇ですね。トクルだか A だっけ、カツーが S だったと思う。 SS もあったような気がするけどな。 KGCC 天のイクメンと片の山がある1番人気2番人気。日本史は片の山がある方か。絆とかもいますけど、イクメン G1 2連勝してるしね。トラキシスあたりがいますが、これはそのままかな。ダイジェスト行きましょう。第4コーナーをカーブして直線打ち切りコースに入りました。残り 200m を通過して後続はまだ後ろ残り 100m。 いや見えないよ。大きく離れた。2番手はフェアソミュール天野イクメン独走天野イクメンぶっちぎりです。2着はフェアソミュール3着にカレンミロティック。これが G1 馬だ天野イクメン。山原は7着か。エオがこれ G3 か。G1 じゃないんだよな。ハザーと当選バジル。おっと家族。だって相手があいつだもんな。家系図見てみよう、はい、いきなり結婚した方がいいです。こだわりなければ。3人の子供が生まれてもう結構年齢いってますね。
生後か淀川花穂って。オマハ。エリフと結婚して3人の子供を産んでいます。そう。満作なんですよね、この子供が。満作も2人の子供を産んで、ユキオが後継というふうに見なされてるってことですね、今。孫の世代ということになってます。北斗は騎手家庭に行ってるんですね。え、まあ、ゴールドカップかはいいんだけど、別にそこ行く、あ、なんだ、まだ取れてない、ないんだ。じゃこれ取るしか、取り行くしかないですね。調子は？うん、まあいいや。ピッツ。勝負根性と瞬発力。年俸が？平和がある。ちょっと良くないな。さすがに中山綺麗はない。それなりの距離ですって、ここぐらいしかないか。高脇では削除して、大阪ハーブルーカップは53キロで出れますからね。あまりはラッキーすぎます。アリエッティは、うん、なるほどな。10勝目を挙げております。一人はマイルまで出ないのか、とはならないな。まあ、ドバイに繰り出されるんだよな。あ、でもドバイは非負けてるレースがない。じゃあ、こことかか。ちょっとしばらくどういう、走りになるかですね。オグリとイタジアナが出たりしてるから、一応ここ登録はしとくけどっていうところですね。はぁ、わからんだ。まあ、とりあえずっていう感じか。失敗は中山ヒーバー。まあ、しゃあないな。重賞はまだ取ってないんだよな、アンドロイドは。え、違う。
さすがに大熊特別実は無理があると思う。キャラタンもいるけどな、シネジカじゃ無理だろう。2000m G3 だったらいいんだな。飛行ショーなんかもあります。飛行ショーと こいつこそ小倉大商店だよな。例えば大阪杯を目指してますね。17勝負けっぽよー。ちょっとこれ先ほど教え、気合はこれは6勝かあと2勝だな、まあ、ここを狙うのは当然のことでしょうね。ただスカイツリーも取りに行きたいよな。1800の発射 AC 光、また AC 光の地は狙わないとな。ここがある、行ってみるか。あ、悪くないような感じはするしな。海外属性がある馬は C 岩田ぐらい。 C 岩田内パクですね。厳しいと思うな。普通に勝ってたら行くけどな、まだ無理だ。ね、ここ行きましょうと思ったらドラカーいるか。じゃあこっちだな、ダイヤライト。スパイダーマン。アフリカオークスか、オーカシュ、違うような気がする。ネタがいるからな。ちょっとビッグブルーキッド強いからな。カットなるとないんだけどな。え？いや、竹豊だ。竹豊を奪いに行きます。特に使ったばっかりだからまだ無理だよ。まずは重賞取ることを考えないと。まあここでも全然いいしな。距離は2100だからギリギリだな。でもまあ、
出しましょう。エプレス杯ギリギリですが一応出しましょう。まあでもまだ彼女もまだまだだよな。エプレス杯は彼女にとっては長い。そこでこっちに黒船賞の方に出しましょう。ちょっと調子落ちてるね。まあ、チルタイム。あとはやっぱりここ行くしかないよな。セルクシャー。カリパユが冷やしですか。もう最上位とは言われてるが、スカイツリー、ヘビロテ、ドラッカーだなぁ。頑張ってほしいが、さあスワニーリバーステークス、天の霊峰1馬力、霊峰は101、一番人気ではありますが決して安心でき、ちょっと厳しいかもしれない。むしろレース行きまし、あ、そうだ、こちらアメリカのガルフストリームスタートしました。ポンと飛び出したのは G3 だ。やっちゃった。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくダストアルデル行きました。続いて前へ行くのはサンディアンコシャス、さらにはダッシングカレッジ、栗色の馬体、フィッシュサフラン、その後ろダストアルデル先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーにかかります。少し間が空いてスコッチスポップス、これに続いてメロディオルガニップ、内からはオネストウィズウォール、その隣にリスキーミュージック、その後ろからはムーンライトクレーム、その外からキャッチ上海、天の蓮舫、後ろからになりました。すぐ後ろに少しずつ押し上げてますね。スナフルハンズ、それに続いていますしんがりからトロメオターム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番ダストアルデル依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として6番ダストアルデル、2番手はダッシングカレッジ、間を挟んでオネストウィズウォール、3番手大外から緑の帽子、天の蓮舫、伸びてきた、どうか押し上げている、ぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭は変わっていい、ね、天の蓮舫、残り 100m、 最内から一気にトロメオターム、天の蓮舫先頭だ。結構危なかったけどなんとか勝った。1着2着はトロメオターム、3着にオネストウィズオール、天の蓮舫、見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。やってくれました。海外優勝制覇自体がようやく初か。そうか、まあどうなんだろう、まあ、非公開狙ってもいいけどな。凱旋イバージュ賞が出てきた。クラリティスカイか人気は、
ポートシャルは4コーナーをカーブして、さあこれからです。クラリティスカイ先頭、1馬身から2馬身引き離す。湘南アデラ懸命に追いすがります。クラリティスカイ先頭、あと 200m、 先頭はクラリティスカイ、残り 100m、 2番手は湘南アデラ、クラリティスカイ、この馬で決まりか。クラリティスカイ強い強い、クラリティスカイ圧勝ゴールイン。2着は湘南アデラ、3着に凱旋馬でしょう。これは物が違う、クラリティスカイ。そうですね、一番人気今でしょう、3着白富士ステークス天野スパイダーマン、若月さん、なんだっけ、やばいわよ天野スパイダーマン。なるほどね、先方は成功策だな、有利ですね。さあ直線に入りました。もう先頭だが、天野スパイダーマン先頭、リードどうかな、押し切れるかな。補正甘いんだよな。直線が長い。残り 200m、 先頭は依然として、さあ差が詰まってきた、足が鈍ってきた。がなんとか粘ったな。1着でゴール、2着は微妙です。1番人気に応えました、天野スパイダーマン見事です。いいもの C、 スピードの動力上げていかないとダメですね。右ステークスに天野ドラッカー出走、1割クラブはダノンレジェンドも出てきます。ダノンレジェンドの方が良さそうな雰囲気だな。クロスオーブフェアバリーがあったりか、前に行く場が多いな。ダイジェスト行きましょう。右ステークスです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。内から先頭に踊り出る、内から天野ドラッカー先頭、ダノンレジェンド追いすがります。外ダノンレジェンドと一騎打ちムード、あと 200m、 天野ドラッカーこのまま振り切れるか。そうですね、2番手はダノンレジェンド、この手応えはどうか。天野ドラッカー先頭だ、天野ドラッカー押し切りましたね。2着はダノンレジェンド、3着にエアハリファ、1番人気に応えました、天野ドラッカー見事です。好スタートですね。シルクロードステークスです。天野スカイツリー、天野ヘビロテと出てきます。スカイツリーヘビロテが割れてますね。印スカイツリー阪神カップ取ってますからね。宮記念杯も出たいでしょうね。他ビッグアーサーあたりか、ウリウリか、ここはこのままですね。ダイジェスト、シルコロードステークス。4コーナーカーブから直線コースに向きました。天野スカイツリー先頭、あと 200m、 天野スカイツリー意地を見せる。2番手は天野ヘビロテ、ヘビロテがやってきた。天野スカイツリー、なんとかスカイツリー粘った。2着は天野ヘビロテ、3着にビッグアーサー。天野スカイツリー見事1番人気に応えました。ヘビロテ、すごいな、これすごいな、7戦連続って。
すごい、知るこれじゃないですか、すごい。G1 はない。風立ちぬは抽選。あ、でも抽選は通ったようだ。報酬まで1週か。サウジ横乗り、パパの、頑張ろうが。ルメールか。デブーロか。デブーロ乗せましょう。風車部長デブーロ。レフはスアリーリバー勝ったけど、G3、海外でも G3 だし、ウェライル勝ちではないよな。ザターフ。え、いいや。そうだな、そろそろ重賞狙いたいよな。スパイダーマンは。手がな、心配だよな。トラッカーは。なんかし。トラッカーちょっとカカカ開けよう。ホットフェブラリーでもいいんだけど。ちょいちょいか。ここマーチステークス入れましょう。三種放牧か。スカイツリーはまあフェブラリー出てもいいわ。ん？これダートも大丈夫なんだよな。ただな、やっぱり狙いはここじゃないような気はするけどな。まあいい。ラップ出てんだ。あれ？スカイツリーしかいない。気がつく。いや、そんなことないだろう。まあいいか。ヘビロテ2着ばっかりのヘビロテです。お金持ち。できたな。
よく大好き、厳しいだな。ロリロリロリ。さあ記念です。肩のインサイド1割。ダイジェスト行きましょう。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。オーブルシェフ先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。残り 200m を通過して、先頭はオーブルシェフ。一気に肩のインサイト、インサイト内からかわした。肩のインサイトゴールイン。2着はオーブルチェフ、3着にベロスイザラ。勝ったのは肩のインサイト。優勝2連勝。ポーカー距離か。今度はインサイト、ゆりかおえ賞に風立ちる登場。心配せっか。ダイジェスト行きましょう。ゆりかぼミッションです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ドラマナージャ先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。ミュゼエイリアン手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 先頭は変わってミュゼエイリアン。スモールウィッティ粘り込みを図ります。ブライトエンブレム迫る。ブライトエンブレム、ブライトエンブレム。1着、2着は肩の風立ちぬ。3着にスモールウィッティ。勝ったのはブライトエンブレム。さあ東京大賞典アバロアンドロイド1番人気、最内枠ですね。サトアンアラジン、合成素英雄あたりが書いてあります。ダイジェスト行きましょう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ディアマイベイビー先頭、外から勢いよくアマノアンドロイド先頭。カフェブリリアント追いすがります。残り 200m を通過して、アマノアンドロイド意地を見せる。一気に捉えるか。サトノアラジン、あ、やばい、サトアラジン捉えられた。サトノアラジンゴールイン。2着はアマノアンドロイド、見事に勝ちました。サトノアラジン。下着賞です。アマゾンおもてなし1番人気、2番人気はリアルスティール。方針鉄板以外は全部リアルスティールの方が意地悪なんだ。おもてなしをホープフル取りましたからね。なんか他ダノメジャーも人気になってます。成功策ストレードは有利だよな。さあダイジェスト、キサラギ賞ですね。行きましょう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。あ、もうなんかこらえてる。先頭、外からリアルスティール。リアルスティールこらえた。200m、後続を引き離すリアルスティール。足色は衰えません。2番手は天野おもてなし、先頭はリアルスティール。おもてなし、なんとか2着キー。2着は天野おもてなし、3着にサビジコモンズ。見事に勝ちました。リアルスティール。
4レースか、3レースか。リアルスチールと天のおもてなし。ヘッドレイブン。ネモフィラ賞、北村浩二とかぶっちゃう。こだまでしょうか。まあ、それなら。デブーロ乗せましょう。あ、デブーロもかぶってんのか。かぶってんなら、乗せな、乗せないでほしいな。尾崎くん、え、でもネモフィラ賞でいいのかな、わからん。芝ダート両対応だからな。ヤトロイドが引っ越しは別にいいとは思ったけど、スピード C か。引っ越しでいいでしょう、別に。スカイツリーはシークロード勝ちはして、ボテンシャボいきなりなんだ。あ、アトロイドスパイダーマンが両方とも引っ越しでとか、ちょっとどうなんかな。スパイダーマンはスパイダーマンはちょっと早い。オプ特別でいい。3月3週以降。スカジオステークス出たいけどな、本音は。大阪城ステークスだな。これだったら、もてなしもいきなりこれでいいのかっていうところだわ。まあいいのか。調子も下がってるからじゃないの。買ってくれないや。どうしたか、一体。マセコクさんが恋女子買いましたね。お化けか、今日は。セコクさんだけか、あーたに買ったのは。ぶち声名が。
あれ引退したからか。稼いでる馬が。プラスなのは、リアルスティール、スシューレールちゃん、さあ、だけなんだな。最上位。これで勝てば、火札です。ラハブサか、キャータン。回線キオスが出てくる。里のアラジンですね。アンドロイドを破りました。さあ、香港ゴールドカップ、方のツイッター、一番人気、グロリアス、ライバルはグロリアスデイズも出てきます。似たような成績だから、接戦ムードだな。さあ、勝ってくれるか、切り札決めてくれるか、レース行きましょう。射程競馬場 G1 香港ゴールドカップ、芝2000メートルです。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グロリアスデイズ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくグロリアスデイズ行きました。続いて前へ行くのはジェットスキークレッセ、さらにはトラックネビエスタ、古豪サイドアリディバ、その後ろサイドアリディバ先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。赤の帽子ムービーチェーン、その後ろその外からハーフナンバー黄色の帽子タタのツイッター、いい位置につけました。サムバディセット、そのうちに続いています。その外にクミューズアカウント、その後ろにトミーセプテンバー、その後ろにデザインズオンローム、その隣にファミリーライト、その横にスピューデントサガミクス、しんがりからハーバートリート、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。さあ先頭は依然として13番サイドアリディバ、2番手はジェットスキークレッセ、トラックネビエスタ、3番手大阪から黄色の帽子、一気に上がっていった。伸びてきた。日本と世界、ちょっと外に振られましたが、一気にまくり切って先頭だ。後続とは3馬身以上、さらに突き放します。セーフティーリードでしょう、これ。あと 200m、 肩のツイッター、やりましたね。大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はデザインズオンローム、肩のツイッター、1着肩のツイッター、完勝。2着はデザインズオンローム、キーフラを決めた。3着にグロリアスデイズ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。肩のツイッター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。7歳でようやくっていうとこですね。なんとか間に合ってくれてよかった。少しお待ちください。
さて、行きましょう。クイーンカップ、レッツゴー同期。千葉利益。クラブは佐藤も出てきますが、レッツゴー同期はグリグリですね。クイーン、ダイジェストいきましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋ロスジェネ先頭、内からぐんぐんとレッツゴードンキ。ここで先頭はレッツゴードンキ、先頭1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 先頭は依然としてレッツゴードンキ、2番手はミッキークイーン、レッツゴードンキ、差を広げるレッツゴードンキ、1着レッツゴードンキ完勝、2着はミッキークイーン、3着にコレクションビゼン、レッツゴードンキ見事1番人気に応えました。薬用ステークス、クラブは凱旋ステーマ。フォーム。ダイエストいきましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マイネルミラノ先頭、外から勢いよくタガノグランパ、あと 200m、 タガノグランパ先頭だ、1馬身のリード、後続も迫ってくる。2番手はアトム、タガノグランパ、この馬で決まりか。先頭はタガノグランパ、1着でゴールイン、2着はアトム、見事に勝ちましたタガノグランパ。凱旋ステーマは9着、バレタイステークス、凱旋インコット登場、2番人気。ダイジェストいきましょう。バレンタインステークス4コーナーをカーブして、さあこれからです。岸九郎先頭、2馬身から3馬身引き離す、ゴッドフリート、ね、足色は十分、前に迫れるか。岸九郎先頭、あと 200m、 先頭は変わって凱旋インゴット、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はゴッドフリート、凱旋インゴット、今ゴールイン、勘違いの強さです。2着はゴッドフリート、3着にエイシンダンプティ、これはものが違う、凱旋インゴット。シュトビン、ウーシャブチなんだ。さあ、共同通信杯、凱旋キオス登場。ライティースカイか、人気は。東海フォーネット。あ、一応ダイジェストかな。4コーナーをカーブして、さあ、これからです。クラリティースカイ先頭、リードは2馬身から3馬身、内で食い下がる、コスモラインボール、ボスとか来てるぞ、外から凱旋キーワス、残り 200m、 クラリティースカイ意地を見せる、アンビシャス、いい手応え、クラリティースカイ先頭、アンビシャス、かわす、アンビシャス、アンビシャス、ゴールイン、2着にはどうやら、クラリティースカイ3着に凱旋キーワス、見事に勝ちましたアンビシャス。そして京都記念です。1番人気天田綾部さん、3番人気天野キャータン、そして他湘南パンドラ、フザワールドラが出てきます。天野綾部さんグリグリですね。で、中山キーパーを取っております。帝道賞秋4着、キャータンはハッシーカップ2着か、ちょっと落ちますね、やっぱりね。さあ、先方ですね。
サータン差しで行ってみましょう。ダイジェスト、京都 G2 京都記念芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野はやぶさ先頭、3馬身から4馬身のリード。残り 200m を通過して、天野はやぶさ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はラブリーデイ。天野はやぶさ強い強い。天野はやぶさ圧勝ゴールイン。2着はラブリーデイ、3着にトゥーザワールド。これが G1 馬だ。天野はやぶさいいですね。サータンは8着、差しが良くなかったか。さあチッピングノート、フェブラリーが天野スカイツリー連勝続いてますからね。スタートですが、果たしてフィッツがチッピングノート、フィッツはまだ1勝か。エミレーツを取ってますね。時間アッカーも出ます。マイル6工程。さあフェブラリーステークス展望です。真冬の熱い戦い、松山凱旋コータルワイだ。厳しい、これは。安野さん、そうですか。じゃあ優勢して出しましょう。ツイッターは5月5週これか。ちょっと距離持つのかな。あ、ギリギリだな。でもチャレンジする価値はありますね。竹豊かにしよう。これあえて距離持たせてくれるんじゃないかな。そして切り札達成です。片尾ツイッター、スピード重視か。まあ必要であればあれを使うかな。スタミナ、ご同期、フィリーズレビュー。フィリーズレビューに行く必要ってないよな。いや、行ってもいいんだけどな。ちょっと走りすぎたな。走りすぎだよな。タフなのはいいんだけど。ハンドがいますからね。お手足は、お手足はちょっとどうかな。まあいいのか。そうですね、ヤウ賞ですね。成績次第では皐月賞となってきますが、どこで休ませるかが判断が難しい。あ、こういう調整を行えるんだ。
気合い。行きましょう。しっかりちょっと疲れが気になるな。ちょっと放牧、これはさすがに良くない。調子を上げないと。育成してますが、あんまり育成できてないよね。10勝か。一周放牧。育成ちょっと調子が不安だな。一周放牧だけしとくか。草がこれ出すの？出すな。出さないとしゃあないな。でも、はやぶさ違うとこ出してもいいかもね。蓮舫が、そうですね。これは放牧。二周放牧でいけます。彼次第なら Twitter を見ますが、 Twitter は休ませればいいでしょう。大阪杯か。大阪杯じゃないような気がする。ドバイターフだな、むしろ。サイトが最後か。ジサか、そんなにいいかな。パウンドですね、やっぱりね。キャリパユヤードは次が。ああ、全日本2歳優秀か。これヒップ、ダト路線だからな。前路線で言えばパウンドやけど、
一郎論負けとも切り札を取ってるから、それにやっぱりようやく達成できた感ですね。まして一応なんか22勝ですからね、ようやくっていう感じです。サフィッツ最上位、ホタルアイだよな、やっぱりな。スカイツリーも頑張ってはいるんだけど、まあ、スカイツリーの場合ダート適性がどうかっていうのもあるよな。レースお芝だったから、デミオも買ったか。あ、そうだ、デミオも買うな。よかった、よかった。2歳馬では正式名はこれ、早熟馬ってことか。オーリーキャップ、サントピアイス、ウィンドキャップ。なんか、短距離馬だな、これ。ワイラーとか。めちゃくちゃ面白いよね、この結構。豊かを入って、オグリ入って、サードピアイス入って、まあ、この前だったらハイセイコーとか、入ってるもんな。外星デビンを。スピードはちょっと足りないけどな。健康値は高いし、勝負根性もなかなかいい。マッサはスピードはいいよな。問題はサブパラ。こういう女子はスピードがちょっとな。精神力だけが高いが。これは、スピードが足りないよな。まあ、桜子さん、血行が高いレリーゴは。でもスピードとかがまだまだだな。まあ、デビューは遅いんじゃないの？どうなんだろう。あ、デビューはもう売り切れ寸前だったんだな。はい、ということで、2月3週まで、お送りしました。2015年第1回となります。次回からいよいよ3月、春競馬ということで、来週は冬ですが、フェブラリーステークスがあったり、海外の G1 も本格的スタートですね。ドバイまでは多分行けないと思いますが、いよいよ3月に入ってくるんで、トライアルな、クラシックのトライアルなんかもありますしね、お楽しみにしてください。だいたいこのウィーポー、ウィーニングボストナインは5日に1回ぐらいのペースでやってます。ぜひ、定期的に見ていただければ嬉しく思います。またチャット欄にツイッチ、YouTube、旧ツイッター X、それからアータリブルースカイの SNS、動画サイトの URL 記載してます。チャンネル URL 記載してます。ぜひチャンネル登録、アカウントフォロー、いいねなどよろしくお願いします。ウィーニングボストナイン2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。